数百年の昔、光の末裔たちが治めていたバルディアの地、伝説と化した古の城は湖の底で静かに眠りについていた。このバルディア城の奥の祭壇に伝説の秘剣ラングリッサーが収められている。だがそこにはあくまでも帝国と戦おうとする光の末裔たちの姿もあった。今再び聖剣ラングリッサーをめぐる戦いの幕が開かれようとしていた。バルガス様、お生まれになりました。おお生まれたか。エリザ、なんと可愛らしい女の子だ。エリザに似てさぞかし美しい娘に育つことだろう。わしはなんと幸せ者じゃ。まあ、あなたったらちょっとオーバーではありませんか。そんなことがあるものか。これで我が家も安泰だ。おめでとうございます、バルガス様。ごめんなさい、あなた本当は男の子が欲しかったのでしょ。だが女の子の名前も考えてあったのだ。まあ、なんという名前かしら。エミリアだ。エミリア。お嬢さん、あなたの名前はエミリアよ。エミリア、わかるか。わしがパパだぞ。まあ、わかるのかしら。笑ってるみたい。レオン様、お待ちしておりました。うむ、ご苦労であった。これで我々の今回の目的は達成られる。まさか湖に沈んでいるとは思わなかったな。それでラングリッサーはどこにあるんだい。中央の祭壇に捧げられています。じゃあ早く取っちゃおうよ。どうやらそう簡単にはいかないようだぜ。あなた方にラングリッサーを渡すわけには参りません。ち、邪魔が入ったか。レオン様、急ぎましょう。奴らよりも先に剣を手に入れなければ。うむ、魔術師エグベルトの話によると、あの剣を抜けるのは私とエルヴィンの二人だけらしい。他の者は我々の援護をするように作戦を立てた方が良さそうだ。そうか、とにかく急ごう。ラングリッサーを手に入れるんだ。レオン様、私はいかがいたしましょう。攻勢に出ましょうか、それとも防戦を。お任せください。戦況を見て臨機応変に対応します。聖剣ラングリッサー、あの剣の力で戦乱の世を平定するのだ。援護はオイラに任せて、エルヴィンたちは剣を取るんだ。
ジェシカ殿、あの聖剣は光の末裔しか抜けないと聞いています。ならばラングリッサーを抜くよりも先に全力でエルウィンを倒しましょう。そうすればいつでもラングリッサーを抜くことができます。いいえ、私の記憶に間違いがなければあのレオンという男もラングリッサーを抜くことができるでしょう。まさか彼が光の末裔だと。彼の持っている異国の剣がもし本物ならば、彼も光の末裔の一人です。ならば彼らよりも早くラングリッサーを抜くしかないということですな。その通りです。私が中央の祭壇へ向かいましょう。みんなは援護してください。はレオン、お前も俺と同じ光の末裔だったのか。少なくともエグベルトはそう言っていたな。どうやらこの剣が証らしい。これは数百年前、先祖が東方の兵士からもらったものだと言われている。なるほど、確かに独特の形をした剣だな。刀と呼ばれるものだそうだ。おそらくこの大陸にはこれほどの切れ味を持った剣は存在しないだろう。そうか、ならば二人のうちのどちらかが祭壇へ向かえばいいんだな。雑魚は引き受けるぜ。お前らは剣のことだ。我々が皇帝陛下にあの聖剣を渡すことによりこの戦乱の世は終わる。大陸は統一され、平和な時代がやってくるのだ。ここまでか。もはやこれまで。お前たちにラングリッサーは渡さ。強い。もはやこれまで。困りましたね。ここにシェリーさえいてくれれば。もうしばらくお待ちください。市街地戦で受けた傷がまだ完全に癒えてはいないのです。わかりました。シェリーが来るまで最善を尽くしましょう。気をつけろ、キースの飛行部隊が来るぞ。迎撃に時間をかけてはまずい。シェリーという娘が現れるまでに少しでも前に進むのだ。みんな援護するんだ。祭壇への進軍ルートを確保しないとまずい。騎兵に進軍を邪魔されるとシェリーにラングリッサーを奪われてしまうぞ。光の末裔でありながらラングリッサーを守る使命を放棄するというのですか。俺はそんな使命を受けた覚えはない。だがラングリッサーがあればこの大陸中に起こっている戦火を消し去ることができる。だからあの剣が必要なんだ。
剣は取らせん。それ以上前に進むなら死を覚悟することだな。やつだな。命は一つしかねえんだぜ。我が敵を撃て。その姿を現せ。ご機嫌だな、バルガス。エリザ殿のそばにいてやらずともよいのか。おお、もう生まれたわい。女の子だ。わしに似て玉のように可愛い娘だぞ。そうか。それはよかった。ギギ、想像しちゃったよ。ここでの勝利を娘とエリザへの祝いにするつもりだ。久しぶりに暴れさせてもらうぞ。我らが理想のためラングリッサーはいただく。お待ちしておりました。ラングリッサーは？まだ帝国軍も手に入れてはいません。あなたの機動力を生かせば間に合うかもしれません。私はここで援護します。あなたはまっすぐ祭壇へ。ラングリッサーを取りに行ってください。わかりました。出遅れた分はこの機動力で取り戻すわ。
ドラゴンナイトが現れたか。行くぞエルヴィン、奴らにラングリッサをくれてやるわけにはいかぬ。わかっている。ガンガン行くわよキース、援護を頼むわ。はっ、必ずや姫様のご期待にお応えします。ラングリッサーを帝国には渡さないわ。シェリーにラングリッサーを取られるわけにはいかない。何としてでも足止めするんだ。オイラだって戦えるんだぞ。旋風よ切り裂く。どけ、邪魔をするな。姫様、申し訳ありません。もう十分よキース、少しは休みなさい。はい。これ以上帝国の好きにはさせないわ。エルヴィン覚悟。俺は己の信じた夢を最後まで貫き通す。そのためならたとえシェリーが相手でも剣を向けることができる。エルヴィン何言ってるのよ。それでは皇帝と同じよ。示さねばならん。こうなることを恐れて封印したというのに。カルザス飛兵隊の力、思い知れ。我が命に従い、その姿を現せ。旋風よ切り裂く。死ぬ。これがラングリッサーか。私はまだやるわ。たとえラングリッサーが取られたとしても、まだ負けと決まったわけじゃないわ。やめなさいシェリー、これ以上戦いを続けてもこちらの被害が増えるだけです。ここは一時引きましょう。やったなレオン、これで帝国の大陸統一の日は目前だ。ついに争いのない世界を築く時が来たのだな。うむ、これからも我々帝国のためにお前の力を貸してくれ。ああ、これからも平和のために頑張ろう。そうだね。これで胸を張って娘とエリザに会えるわ。思えば長い道のりだったね。よし、帝都へ戻るぞ。やったー。
つが来ようと負けはせん。エルヴィン、